ご乗車ありがとうございます。長崎から JR 宝塚線に入ります。普通電車の新三田行きです。塚本、尼崎、塚口、稲寺、伊丹の順に終点新三田まで各駅に停まります。 JR 神戸線立花、甲子口、西宮方面お越しのお客様は尼崎で普通電車西明石行きにお乗り換えください。車掌は藤田です。終点新三田までご案内いたします。次は塚本です。ご案内いたします。この電車の前から5両目は終日女性専用車です。また各車両後ろ寄りに優先座席を設けております。この席を必要とされるお客様いらっしゃいましたらお座席をお譲りください。また優先座席その付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上車内での通話はご遠慮くださいますようご協力お願いいたします。塚本です。お出口左側です。次は尼崎です。
尼崎、山崎です。お出口は右側3番の2番に着きます。到着発車の際、電車入れますのでお気をつけください。この電車、尼崎から JR 宝塚線に入ります。普通電車、新三田行きです。尼崎を出ますと、塚口、稲寺、板城の順に止まります。JR 神戸線、立花、甲子園口、西宮方面、普通電車、西明石行き、向かい側4番乗り場から発車です。JR 東西線、鹿島、御手島、北新地方面、普通電車松井山手行き、5番乗り場から発車です。まもなく尼崎です。電車揺れますとお気をつけください。またドアから手を離してお待ちください。